今までの大統領ならなんかやる攻撃しないのかなって、いやするするって言ってもしないかなって思ってたんですけど、やっぱトランプさんとなると本当にしそうな気がして、うん、そしたら北朝鮮もやっぱり絶対反撃に出るはずなので、でも巻き込まれるのってやっぱり日本じゃないかなって思うんですよね、うんうん、それが怖いなと思ってます。やっぱり日本のところね。そう、それが怖いなと思います。リキさんいかがですか。そうですね、私もなんか攻撃した場合北朝鮮の難民の方とかがこう日本に流れ込んできたりとかしないのかなっていうのが心配かなって思います、うん、というわけですけども、まあ、皆さんそれぞれいろいろ言いたいと思いますけど、じゃあ高橋さんからいこうか。私はアメリカは先制攻撃はやらない、できないと思ってます。あの、ブラフ、見せかけ、脅しだ、苔脅しはったりだと思ってます、うん、なぜならば中国が割と今アメリカの要求を飲んで北朝鮮に圧力をかけているとこで、例えば平壌と北京の国際線の便を中国が止めたんですよ、うん、そうすると北朝鮮は観光客が減っちゃったりして、うん、経済的にあのダメージ受けるじゃないですか、うん、そういうことを今中国がやってくれたんで、トランプは為替操作国っていうね、指定を見送ると。で2つ目が1993年から94年に第一次朝鮮半島核危機ってあったんですよ。北朝鮮核先制攻撃したらどれぐらい被害出るかってクリントン政権の中で試算をしたんですよ。そしたらソウルでは100万人以上で、なおかつソウルにいるアメリカ人も10万人死ぬと、そういうのもあって先制攻撃やめたんですね。現在は常時10万人ぐらいアメリカ人いるんですけど、それに対してまだ避難警告出してないんですよ、アメリカ政府が。本当にやるんだったら早くアメリカ人逃げてって言うはずなのにやってないからと私はないと思って、はい、ということは常に抜かないまではやらないっていうの。私はやらない。だって 自国民10万人ぐらいいるのに、うん、アメリカはできないっていうのを見てるんですよ、ね、今回の見てると25がまあ核実験なのか ICBM なのか、そこが一つの。25日っていうのは確か朝鮮人民軍の創建85周年記念日、4月6日の習近平トランプの米中首脳会談あったじゃない、マイアミ、あそこで伝えられてるのは要するに中国に動けよと言ったその猶予期間は3ヶ月だと。このぐらいのスパンでアメリカは中国に対して見てるわけでね、制裁をちゃんとやるかどうか。でそれの動きの一つの証拠はここへ来て何のニュースが出たかって言ったら IS イスラム国が化学兵器を使ってるっていうのをアメリカを含む有志連合が発表したでしょ。ってことはちょっと中東の側にも少し振ってるわけですよ。だから短期的には25ってヒンチがあるけど、全体としてはこの3ヶ月の間の駆け引きっていう感じでアメリカは中国がどう動くか、ロシアそこを見てると思ってね。テントさんどう見てます。僕はね、先制攻撃はとりあえずないと思います。でそれなぜかというと、その前にやりたいことがいっぱいあると思うんですよね。ですから先制攻撃があるかのように思わせて他のことをやっちゃうんですよ。中国との会談の結果もはっきりしてないし、中国にやってもらうこともあるし、ニューヨークで密かに北朝鮮の人たちと会ったりするかもしれない、トランプの関係者がですよ、本人まで行かないけどね。もうたくさんもう山のようにてんこ盛りの要素出てきたんだけど、ここまででどう、ね、皆さん一番関心あるところどこですか。さっきの中国 の習近平さんとトランプ氏 その写真がもう表情が完全にそのトランプさん企んでる顔っていうか、やるよ俺はやるよみたいな。よしじゃあこの階段のところからやろう。階段のところからこれね、この階段ね、報道うまかったの産経新聞の2面、こう攻めのトランプで内弁慶習近平、うん、でと秋の党大会まで動けないじゃない、うん、だから言われっぱなしで、でも喧嘩したったら帰れないじゃん、うん、で南西シリアに一発トマホーク撃ったという事実が大きくて、体でかいけど、うん、すっかり小さく見えた、まあ内弁慶という言い方もできるし、うん、僕は運動神経ゼロだって言ってるんですよ。あなるほど。つまり何かというと、ね、シリア攻撃したら、うん、子供たちが殺されるときにこういう対応は必要だと、うん、まるで支持するかのような発言をしちゃったと、ね、あれは運動神経がなくて、自分が要するに何て言ってるか分かんなくなっちゃってちょっと目が泳いでですね、うん、10秒ぐらい考えたらしいんだけど、それでつい言っちゃったと。だからあえて食事中に攻撃をするってすごいなんか作戦が考えさせる、あの側近とかと喋る機会もないまま、うん、そういうことになったからああいう発言が出てきた。そうそう、あの計画的にやったんですかね。でしょう、それはもちろん。それはね、実はあの私もしかしたらと思うのはね、安倍総理がアドバイスした可能性はあるなと思うの。なぜかというと
安倍さんが習近平と一番最初に会った時に、安倍さんはあっちの方に座ってる習近平を見て、タッタッタって言って、いやこんにちはと、ニーハオって言ったかどうか知らないけど、ちょっと一発かましたらしいんだね、うん、そしたらなんか目が泳いだっていう、そう、これ、ね、それを聞いたんじゃないか。実はね、この安倍さんの周りを取材してる人は知ってる話なんだけど、そのことは当然トランプさんに言ってる、伝えて、ゴルフしながら伝えてある。だからトランプさんは要するに目を泳がせるために一発かましたと、伝わってます。だから内部弁慶っていうか運動神経ゼロになっちゃった。まあデクノボーとも言ってんだけどね、私は。そんなに中国のことを悪く言うんじゃないと思うけどね。だけど僕らの上司でもない別の国のこの人たちがこんなでかい顔して世界を支配してるの嫌だねこれ、うんうん、いやそれでね、実は高橋さんに聞いたんだけど、はい、この会談でトランプが要求したという制裁で一番肝は石油、ね、原油を止める、原油を止めるってことを要求してるんだけど、これに対してはまだ返事してないでしょ。エネルギーのほとんどは北朝鮮、中国に依存してるって言われてるから、うん、9割とも言われてる、9割以上、うん、中国が北朝鮮の石油を制裁のため止めちゃったりすると、うん、北朝鮮今ね経済破綻して、うん、ひょっとしたら崩壊するかもしれない、うん、崩壊して暴走をまたどんどん繰り返すかもしれない、うん、すごい制裁もしたいけど制裁するとやばいし、今ちょっといや大国がね、うん、ちっちゃな国に対して資源を制限したりすることはいけないんだと、うん、いうことは1943年の日本が大東会議で最初に言ってるわけですよ、はい、そんなことを今の時代にね認めちゃいけませんよ。それが戦争のきっかけになる。いや日本はそしかも弱い国を強い国がそのエネルギーで支配しちゃいけないんだっていうのは、でも先生それは国連言わなかったよ、それは日本だよ、今中国のメディアでさえも、うん、北朝鮮あんまり言うこと聞かないから、うん、閉めた方がいいって言ってる。中国人が何て言うと関係ないですよ、中国人よりか日本人の関係ない。高橋さんそんなこと言ってね、94年の核合意、要するに枠組み合意というやつは何だったかというと、もう原子炉は要するに軽水炉を上げると、これだとプルトニウム作りにくいから、プラスそれができるまでに重油まで上げると言って、南風政策を散々やったけど、結局全然ミサイルも核開発も止まらなかったじゃない。全然的外してるんですよ。北朝鮮がなんで経済の半分ぐらい使ってやって、理由は何なのかって、そこを行かなきゃダメです。簡単ですよ。核保有国として認めされればいい条件でやれる。そうそう。その道へひた走ってんですよ。その道ひた走ってんのに全然違う融和政策やってるんだ。だって核、それで核開発が成功しちゃったらさ、日本はいつだって脅威に浅い。北朝鮮を攻めませんよってアメリカが宣言したらそれでいいんです。そんなことないんですよ。今度は日本が核で脅されるアメリカが一番悪いんだから。そういう論理でいくとですね、経済制裁措置は全くできない。まあ、ケント・ギルバートさんがいるから言いにくいけど、日本に原爆を落としたアメリカが原爆使っちゃいけないなんて言うのかって。それは本当そう思う。絶対ないんだそんなことは。ちょっとそっちから聞こう。自分に近づいて日本に落としておいて北朝鮮に持つなっていうのは本当にやっぱり客観的に見ててアメリカは何様って感じなの。ちょっとちょっと瀬山さんは何、じゃあ北朝鮮に原油を供給停止するのは良くないと。本当に追い込んではいけないって実際思うんですよ、うん、ジョンナムさんを暗殺したりとか、そういうパフォーマンスしてるのって俺はやるよ俺はやるよっていうパフォーマンスなわけで、でもまあ頭撫でてやったからいい子になるかって感じもするな。ならないと思いますけど、彼らが考えてるのは自分たちが崩壊する時しか核爆弾使わないですよ。なるほど。で崩壊する時に何を考えるかって言ったら、俺も死んだらじいさんと同じように英雄になりたい、朝鮮民族の英雄になるためにはアメリカ撃ったって韓国なんか撃ったって絶対英雄にならない、ね、死んだ後英雄になるのは日本にミサイルを撃つってこと。なるほど。それは困るよな、いやそれしかね、彼らは原爆を使う方法がない、アメリカ軍に使ったらもう10倍ぐらいで全部やられちゃう、決まってる。それから韓国にやったらもう永久的に恨まれる、家族もいっぱいいるから、同族だしね、同族にはいづらいから、彼らが撃つのは日本だけですよ。日本に撃ったら特に、え、なんで？だってパトリオットが守ってないところだけだ。そんなこと言っちゃダメですよ、これ。それはもう聞かなかったことにしていただいて。日本が攻撃された時の、 あの試算があるんですよ。ヘリテージ財団がね、2003年ぐらいに出した数字があって、永田町に北朝鮮の核ミサイルが落ちた時死者は42万人、強い風とか放射能によって二次被害者は合計81万と、
結構だから その数字聞くと大変でしょ、うん、でもこのご時世で日本が攻撃されるようなことが起こるんですか、向こうのムスダンが、ね、東京が200発言ったらイージス艦が止められないよ。いや私もあのよく漫画であるんですけど、こう刺してこようとした犯人をこう抱きしめたら大体謝ったりするんですよ。私ねそういうのを信じちゃうから、私も武田さんと一緒に。武田さんに苦笑すんの？武田さんに苦笑すんの？